はい、こんにちは。愛知県豊橋市靴修理ラジアンの杉田です。今回はレッドウィング101ポストマン、こちらのソール交換を動画で紹介していきたいと思います。このポストマンは先日別の動画で上げさせていただいたポストマンと同じポストマンになります。こちらの方ね、ソールが決まったのでソール交換やっていきたいと思います。交換するソールなんですけど、ビブラムの1002というソールになります。純正と同じハテナって書いてありますけど、こんな感じのソールですね。ポストマンに関して言うと、純正ソールもレッドウィングのロゴは入っていなくて、ここにクッションっていう文字が入っているものですよね。おそらくこのビブラム社が作っているんじゃないかなという勝手な推測ですけどね、ちょっと確かめてはないですけど、見た目も厚みもほぼほぼ同じなので、ビブラム製なんじゃないかなということで、純正ソールと同じなんじゃないということで、今回これを使用してソール交換やっていきたいと思いますので、では早速作業入っていきます。はい、それでは靴底剥がしていきます。今ね、これはすでにソール温めてあげて剥がしやすくした状態ですので、靴用ペンチで剥がしますけど、こんな感じで結構力入れずにススッと剥がれていきます。温めないとね、こんな簡単にはもちろん剥がれないので、ご安心ください。はい、それではアウトソールが剥がれたので、次はですね、ミッドソール。ポストマンはね、黒いミッドソールが使ってあるので、ちょっと先端をこんな風に持ち上げて、糸目がね見えるので、そこをカッターでツンツンとついてあげて切っていきます。ウェルトをね、切らないように注意しながらやっています。はい、最後までミッドソールが取れました。ミッドソールの方にね、コルクがだいぶこびりついちゃってますね。この古いコルク、残ったコルクをきれいに調教してあげて、へばりついてるのでね、マイナスドライバーとかでこそいで剥がしていきます。古いコルクが除去できたら、新しいコルクをね、充填していきます。粒コルクをコルク用の接着剤を使って練り込んだものを使っていきます。この後ね、コルクが乾燥するまで待って、こんな感じに乾燥するとなります。それでは新しくミッドソールを貼り付けていきますね。こうミッドソールはこんな感じの3ミリ厚ですねのゴムミッドソールを使っていきます。ミッドソールに接着剤を塗っていきますね。ミッドソールに接着剤が塗り終わったら、靴の方にも接着剤塗っていきます。真ん中のね、コルクの方にはあまり塗らず、際のウェルトにのみ塗っていくような感じで接着剤を塗っていきます。ではミッドソール取り付けていきます。接着剤をですね、温めて接着性がいいようにして貼っつけています。圧着ペンチで際をしっかりとくっつけていますね。
この後カッターで周りを粗立ちしていきます。はい、カッターでミッドソールを粗立ちできたら、今度はね、機械使っていきます。今使っているのはコバカッターと言われるものでね、高速で刃が回転していて、こんな感じでコバを削り出すために使うところですね。はい、それでは靴底を縫う用の大きなミシンで靴底を縫っていきますね。今回は、靴底といってもミッドソールとウェルト、靴本体ですねの方を一緒に縫っていきます。場合によってはアウトソールも一緒に縫うこともありますね。結構厚いものでも縫える大型のミシンなので、だいたい18ミリぐらいまでなら貫通で縫うことができます。しっかり縫えているかチェックをして、今回は大丈夫そうですね。ではミッドソールの方にね、接着剤を塗って、今度は最後にアウトソール貼っていきます。ビブラム1002ソールですね。接着剤を塗って乾燥させて温めたら、靴とアウトソールを取り付けていきます。さっきと同じく際を圧着ペンチでしっかりねくっつけておきます。緊張する瞬間ですね。アウトソールをカッターで粗立ちしています。はい、粗立ちできたら最後にグラインダーでですね、形状を整えるように削り出していきます。まあ一見単純に見えますけどね、力の入れ具合だったり、角度だったり、全くやる人によって変わってくるので、これはなかなか簡単そうで奥が深かったりします。では最後に毛バフでバフがけをして、ソールの交換は終了になります。次に靴磨きをやっていきたいと思います。
シューキーパーを入れてシワをしっかり伸ばします。表面のホコリや汚れをね、まずは馬毛のブラシでブラッシングして落としていきます。僕はある程度大きいものの方が使いやすいので結構大きいサイズのね馬毛ブラシ使ってますけど、ちょうどいい手のひらサイズのものも用意されているので自分の手のサイズに合わせて選んでみたらいいと思います。ちなみに今使ってるのは、これはサフィール製ですかね。サフィールのグランドホースヘアブラシだったかな。次にクリーナーで靴の表面の汚れを落としていきますね。今回使った汚れ落としはコロンブスですね。コロンブスブートブラックのツーフェイスプロテクションローションだったかな。ちょっと正式名称間違ってたらごめんなさいね。全体をくまなく拭き上げて汚れを落としていきます。こんな感じにしっかり汚れ落ちました。乳化成クリームで靴用クリームをねこの後塗る前にポストマンをねここに USSR でしたかね、なんかタグがついてますよね。これがねちょっとクリーム塗るときに色がついちゃったりするのでこんな感じでマスキングで保護してあげます。では乳化成クリームを使っていきます。今回使ったのは、これは R&D イングリッシュギルドっていう黒の乳化成クリームですね。こうやって靴クリームをですね塗る専用の小さいブラシがありますのでそちらで塗っていきます。シュータンベロの部分はねちょっとライニングとかに色移りしちゃうと嫌なのでこんな感じで無色の乳化成クリームを塗っています。
はい、それでは乳化成クリーム塗り終えたらこんな風な感じで豚毛のブラシでツヤ出しのブラッシングしていきますね。もうこの時点でかなりツヤが出てきてます。豚毛のブラシでブラッシングが完了したら寝る生地でから拭きをしていきますね。まあやらなくてもいいんですけど、やっておくとツヤがさらに出るっていうのもあるし、ズボンの裾とかね色移りしなくて良いのでやっていきます。もちろんねベタつきも取れてツルツルとさっぱり仕上がります。寝る生地でから拭きが完了したらもう本当に最後の仕上げ、柔らかいヤギ毛のブラシでね軽くささっと仕上げのブラッシングをして完了です。はい、てな感じで今回はレッドウィング101ポストマン純正ソールでのソール交換になりました。改めてこんな感じですね。クッションっていうマークが見えるソールで、こんな感じでサイドの削りなんですけど、まあオリジナルっぽく程よく粗く仕上げてあります。靴磨きをしてね、ちょっとツヤも動画でもツヤが出てますよね。ポストマンは今までこのチャンネルでもソールの交換を紹介したことあるんですけれども、いずれの場合も純正ソールではなく、ソールをですね、純正とは違うソールカスタムでご紹介しました。かかとがあるタイプに交換しましたね。こんな感じですね。以前はこんな感じにコマンドソールにカスタムしたポストマンを紹介しました。お、このポストマンかっこいいじゃんなんて思ってくれた方は以前の動画をぜひ見てくださいね。つい先日動画に上げたばっかりの US アーミーのサービスシューズのカスタムみたいなのも似合うと思うんですよね。まあっていうのも、まあ、結局癖のないシンプルなデザインで
トゥーも程よく丸みがあって、なんで結局下は何つけても似合うかなっていうところですよね。まあゴリゴリのワークブーツに使うようなビブラムソールつけてもいいし、こういうフラットなソールつけても、まあ白でも多分似合うだろうし、結局シンプルって大事っすね。ポストはお手入れも簡単ですからね。ブラックシャパレルでしたっけ、シャパレルガラスレザーですよね。ガラスレザーでお手入れも楽だから、まあ、日常でガンガン使ってもね、汚れや雨にも強い革なのでガシガシ履いていけますもんね。そういえば昨日の動画で LINE 公式アカウント始めました、登録よろしくお願いしますと紹介させていただいたらですね、早速この動画を見てくれてですね、登録していた方がたくさんいらっしゃいまして、応援のメッセージくれた方もいます、ありがとうございます。こういうね LINE 公式アカウント始めてばっかりでちょっとね、こちらも操作慣れないところはあるんですけれども、お客様が便利に使っていただけるように、電話やメールだけの問い合わせじゃなくてね、この LINE 使って問い合わせできるようにうまく活用していきたいなと思っておりますので、靴でお困りのことや相談のことがあればぜひお気軽に LINE を使ってお問い合わせいただければなと思います。返信の方はね、営業時間外とか、もしかして営業時間中でもちょっと仕事の都合で返事遅くなっちゃうかもなんですけど、必ず目を通して返信いたしますのでしばらくお待ちください。はい、それでは、店頭での修理受付だけでなく宅配修理もね、どしどしお待ちしておりますので、ジャンル問わず革靴、スニーカー、ブーツ、靴のこと何でもどしどしご相談ください。そういえばだいぶ遅く、報告遅くなったんですけれども、皆様のおかげでチャンネル登録者1万人突破しました、ありがとうございます。なんとかねコツコツとこんなマニアックなジャンルでなんかね、可愛い女の子が出てくる動画でもなしに、こういうなんかキラキラしたり字幕が出る親切で楽しい動画でもない、こんなマニアックな動画なんですけれども、1人また2人とで登録していただける方を増やして、なんとか1万人たどり着きましたね。もちろんね、もうガンガン増やしてね、10万人とかね行ってみたいっすね。あとね、他の YouTuber の人とコラボとかね、YouTube 見てるとコラボめっちゃしてますよね、皆さんね。芸能人とかと、あれどうやってね、つながるんでしょうね。とはいえ僕も実は靴系 YouTuber さんと実はコラボ一回お話しいただいたことあるんですけど、ちょっと僕が靴修理の方の仕事でちょっとテンパってバタバタしすぎちゃったので、ちょっとタイミングが合わないのですいません、お断りさせてくださいということで、ちょっと話は流れちゃったんですけれども、またどっかでねタイミングがあればぜひぜひやねコラボしたいなと思うんですけどね。お店とかもね訪ねて行ってみたいですよね。靴洋服屋さん、靴屋さんとか行ってみてお話伺っても楽しいだろうし、まあ今までのスタイルを貫きつつ、なんか新しいことをチャレンジしていきたいですね、企画を。今回はこんな感じで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ではまた見てくださいね。バイバイ、ラジアン杉浦でした。